ようこそ、こてつムービーの世界へ。りゅうたくんの気まま散歩旅は、知床半島へやってきました。さあ、僕と一緒に、世界自然遺産の地へ、出かけましょう。国後島？見えないな。向こうに見えるのが、知床半島だな。とうとう、ここまで来たのか？ここは、酒の魚には、不自由しなくて、良さそうだな。これは、森重久弥さんが、モデルなんだな。知床旅情の日もあるよ。極寒の地で、開拓の歴史は、厳しかったんだろうな。やあ、キタキツネくん、待ってよ。ひょっとして、あのキタキツネくんも温泉に来たのかな？温泉は下に降りるんだな。いやー、こりゃ、肉球に応えるよ。難儀だな。男は、こっちだね。失礼。お邪魔します。いい湯だな。極楽？極楽だよ。キタキツネくんも、遠慮しなくて、僕と一緒に、入ればいいのにね。そこ、お風呂と違うよ。待ってよ。かゆみに効く温泉は、こっちだぞー。熊の湯温泉もスリルがあっていいな。それにしても超暑いんだよね。背中流してくれるの？気持ちいいな。標高は738メートル。冬は通行止めになるそうです。ここは、
自然がそのまま残っているところなので、僕たちのようなワンちゃんは奥まで入れないんだ。おお、クマくんの匂いが残ってるぞ。ここ知床五湖はクマさんの生息地なんだ。夏の時期は2つの湖しか見られないって。目の湖に行こうとしたら、子連れのクマさんが出没したんだ。残念ながら引き返します。監視員の人が慌てて猟銃を持って向かったよ。遊歩道の方は電流バリアがあるので大丈夫です。こっちを散歩することにしました。せっかくだから、ウトロ港の海岸ベタを散歩してみようかな。すごい？断崖絶壁だよ。下見ると足がすくむぞ。向こうに見えるのは、茶師骨崎の亀岩です。こっちが、道の駅だな。オロンコ岩は、高さ80メートルも、あるんだって。あれが、ゴジラ岩って言うんだな。あそこ、観光船乗り場みたいだね。なるほど。ゴジラだよ、
僕の耳が後ろに向いてるの、わかるかな？おしんこしんの滝は、音がすごいんだよね。ああ、さっきのお姉ちゃんだ。元気だねー。